聖ラザロ騎士団 A、ミリタリーハース・ピーターラー、オーダー・オブ・セインと、ラザロ・オブ・エルサレムは、メルキトギリシャ天霊カトリック教会総主教であったシリルメハ8世の加護の下、パリのカトリック教いたずらによって1910年に設立された修道会である。著名な団員としては、スペインのフランシスコ・フランコ、ルーマニア国王カロル2世。 アメリカが衆国大統領ロナルド・レーガン、オット・フォン・ハップスブルクなどがいる。1910年に創設されたこの修道会は歴史上の十字軍騎士団であるセイラザロ騎士団のフランス支部の正当な後継団体であることを主張している。セイラザロ騎士団は14世紀頃を境にイタリア支部とフランス支部に実質上分裂した。 その後、イタリア支部は1572年の教皇大直所により、サボヤ王家の保護下に入り、聖マウリツェオ騎士団と合併することで、聖マウリツェオラザロ騎士団となり、今日に至っている。一方フランス支部は、教皇庁により、聖マリアカルメルサン騎士団との合併が発表され、聖マリアカルメルサン、ラザロ騎士団として、フランス王家の保護下に入った。 1830年に発生したフランス7月革命により、ブルボン朝が崩壊すると、聖マリアカルメルサン、ラザロ騎士団は、フランス王家の承認を失った。そこで、本騎士団は、代わりとして、ギリシャ天霊カトリック教会から承認を受けることを模索したが、成功しなかった。1910年に新たに設立された、聖ラザロ騎士団は、この聖マリアカルメルサン、 ラザロ騎士団の正当な光景であることを主張している。カノン法120条は、法人はその最後の構成員の死去後100年間存続すると定めている。セマリア・カルメルさん、ラザロ騎士団最後の騎士マークスデゴートの死去は1857年であったことから、この条項をもとに解釈するならば、1957年までに強行、または、 王家からの承認を得ることができれば、聖ラザロ騎士団は正当に再建が可能であると考えられた。1910年に設立された聖ラザロ騎士団は、教皇、または王家からの直接的な承認を得ることはできなかったが、1911年にメルキとギリシャ天霊カトリック教会の総主教であったシリルメハ八世からの承認を得ることに成功した。聖ラザロ騎士団は、 もし、シリルメーハ発生総主教により、騎士団の承認が教皇の意に反するものであれば、メーハ総主教は承認ができなかったと考えられるとの理論から、この総主教の承認によって、間接的に教皇からの承認を得たものと主張している。以降、セーラザロ騎士団は、多くの貴族や聖職者から承認を受けてきたが、教皇庁からの承認は未だ得られていない。また、 各国の君主の承認も得られておらず、国際団体インターナショナルコミッションオンオーダーズオブ、シバルディからの承認も得られていない。しかし一方で、セーラザロ騎士団はハンガリー共和国政府より、騎士団として正式に認知を受けており、クロアチア地域における正当な騎士団であることを認めるとされている。また、セーラザロ騎士団の文化の一つである、オルレアン派は、 正当な多い請求者である、安住公シャルル・フィリップ・ドルレアンから承認を得ている。以上の経緯から、1910年に設立された本、修道会が単なる自称騎士団であるのか、歴史上のーラザロ騎士団の正当な後継であるか、どうかについては、両論が存在し、現在に至るまで論争が続いている。2004年、 騎士団内の主導権争いから、オルレアン家の安住公、シャルル・フィリップ・トルレアンが、イラザロ騎士団の総長に選出されたと突如宣言したが、その正当性をめぐり、当時の総長であったセビリア公、フランシスコ・デ・ボルボン・エスカサニー、現総長アルマザン公、カルロス・ゲレダ・デ・ボルボン、メルキと東方天霊・カトリック教会総主教王、グレゴリオス・サンセイ・ラハムラと競合状態にあった。 ドルレアンの正当性は認められず支持も広がらなかったため2010年3月個人的な理由から急遽セイラザロ騎士団総長の辞任を発表した現在セイラザロ騎士団にはマルタ・パリ派オリレアン派エルサレム派の3つの分派が存在するセイラザロ騎士団の派閥の概要ありがとうございます